所長、火事です。何？職員を避難させろ。そして消防に連絡だ。今回は分別啓発によるパッカー車や処理施設の火災防止への取り組みについてご紹介します。スプレー缶やガスボンベ、ボタン電池などによるパッカー車や処理施設で火災が発生しています。職員全員避難完了しました。怪我人もいません。消防によって火災も鎮火しました。で、今回の火災の原因は何だ？ボタン電池やスプレー缶、卓上ガスボンベが不燃ごみに混入していて、電池から発火してスプレー缶やガスボンベに引火して爆発したことが原因です。うん、分かった。あとは本部に連絡しとく。分かった。なんとか対応を考えなければ。すぐに副市長に報告して対策会議を開いてもらう。以上が今回起こってしまったゴミ処理施設の火災事故の内容です。修理代もかなりかかりますが、市民のゴミの処理ができなくなってしまうことが大変なことです。ゴミの収集中にも爆破車でですね、電池やガスライター、それとガスボンベなどによる事故が発生しています。なんでこんなに爆発や火災が起きるんだ。副市長、爆発や火災への新たな対策が必要です。ガスボンベやボタン電池など爆発火災対策いかがいたしましょうか。大きな爆発事故が起きればゴミの処理ができなくなってしまう。藤沢がゴミだらけになってしまうぞ。特にこのボタン電池の回収方法が問題だな。どうしたら正しい回収や分別ができるのか、リサイクルレッド教えてくれ。そうなんです。カセットボンベが1本入ってるだけでパッカー車や処理施設で火災事故や爆発事故が発生しています。このような事故への対応として、市では新たに平成28年12月よりボタン電池やリチウム電池などの特定処理品目として回収しています。電池類の出し方についてご説明します。電池類に出せるものとして、乾電池、ボタン電池、コイン電池、小型充電式電池。電池類の出し方、乾電池以外は全てのプラス極とマイナス極をセロハンテープ、ビニールテープ等で絶縁してから、透明、半透明袋に電池類をまとめてお出しください。ガスボンベ、スプレー缶やライターも品目ごとに透明、半透明袋に入れてください。プラ、油、特定品目の日にお出しください。これからも住みよい町でいられるよう、ゴミの減量資源化にご協力くださいますよ。お願いします。